はい、どうもいつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるいガレージライフ、バイクライフ、ゆるい、遊んでる動画の時間です。それでね、今日もね、やっぱおっちゃんと言ったらやっぱり磨きなんですよ。もうね、磨きをたくさん皆さんに見ていただいてます。それでね、また今日もね、おっちゃんちょっと時間の許す限りね、このモンキーちゃんをね磨いていこうと思ってます。それで今日ね、中来さんのこのミガキングとデカキング、それとこのメッキングっていうね、こちらよいしょ、見えるかな、こんな感じ、これでね、この今日モンキーちゃんのね、とりあえず時間の許す限りこの前の部分だけでも行こうかなと思ってるんですけど、それでね、昨日ちょっと質問いただいてね、あのサビの天気図、サビの天気図はデカキングでないんですかって言って聞かれたんですよ。これね、私正解わからないんです。あの、私のこの勝手な磨き方なんですけど、このデカキングは点サビでも大きいところとか赤サビになってるところを私はデカキングで言ってたんですよね。それで、ちょっとくすんでるようなサビ、白サビみたいなのはこのミガキングでやってたんですけど、これやり方間違ってるのかな、これね本当わからないんですよ。もしね、わかる人いたらね、また教えてください。それで今日はね、とりあえずここあのこのフェンダー、これも昭和のフェンダーなんでね、かなり汚いです。それでもう本当ね、時間の許す限り、上とか、とりあえずどっちでいこうかな、どっちでいこうかなっていつもね悩むんですけど、今日は気分的に、まあ、傷が少ないんでこっちでいこうかな。この メッキングの方でね、ちょっと磨いていきます。これがね、どのようになるかね、ゆるい動画です、本当にゆるい動画です。もしよかったらね、最後まで箸休めの気持ちでねお付き合いください。ではおっちゃん、今日もね、モンキー磨き楽しみます。おーす。おっちゃん磨くときね、軍手大好きなんでね、軍手履きます。それでよーく振って専用のね袋に、拭くやつにつけて、これね、ほんとね気持ちいいぐらい綺麗になるんですよ。これ軍手とかでね切ったら傷つくっていうぐらいね、すごいね綺麗に、仕上がっていってます。めっちゃいいこれめっちゃいい。これね、あのビフォーアフターで見ていただくのがいいんでしょうけど、あんまりねカメラ越しにねちょっと違いが多分表現できないと思うんでね、とりあえずね磨いて、まあ、最後どうなるかね、見ていただいたらと思います。ここすごいわ。ちょっとねカメラ寄せます。このね、初めね手触りもさらこうザラザラしてるんがね、拭いてたらねツルツルに変わるんですよ。これ多分使ったことのある方はこの感覚お分かりとは思うんですけどね、途中からね変わります。ここちょっとね肉眼では分かるね
テンサビがあるんですけど、それなりに綺麗になりますね。ここにね、私の顔が映ってるんですけど、すごい綺麗に映ってきだしました。おー、いい感じ。すっごいいい感じ。ちょっとね、ここら行きます。ほんとね、まあこのようなね、いつもね、磨くだけとか塗装するだけとかね、すごい整備も何も要しないんですけどね、本当にね、見ていただいてね、感謝します。お、ここはちょっと、あ、けどね、今ね、ここね、茶色い点、なんていうかな、サビが浮いてるん、点サビができてるんですけど、ここはね、ちょっとね、こっちがいいかな。これやり方間違ってるのかな、本当に。このね、点サビの大きいところはこちらでいく。これね、本当皆さんね、ここへ見に来ていただきたいぐらいね、めっちゃ綺麗になってるんですよ。めっちゃ綺麗。すごい。あ、ちなみにこれね、塗装面につけたらダメなんでね、こういうところはダメなんで、皆さん気をつけてください。いい感じかな。あとちょっと反対側いきます。これね、毎日こんなことやってるんですけどね、これがほんとね、おっちゃんね、これ今ね、朝8時半、今日も当然仕事なんですけどね、この仕事までのこの時間がね、めちゃくちゃね、おっちゃんにとってはもうこれね、最高の時間なんですよ。よいしょ。これウエスも再利用Tシャツのね、もうちょっと傷んできたやつをね、ウエストとして使ってますけどね、自分がこれデザインした、この T シャツ再利用でちょっとね、着るときね、ちょっと躊躇しました。なんかね、なんなんだろうね、なんかやっぱ思い出があるような感じやね、自分でやったんでね、いい感じ。ここは、あ、これサビあるわ。これ映るかな。これ撮ってみようかな。ちょっと寄りますね。ここの際のところがね、ちょっとサビ来てますね。ちょっとデカキングの方でいきます。もうザラザラやね。すごい。これわかるかな、こんな感じ。この音がね、
錆びてるところは聞こえるかな、サラサラサラって言うんやけど、これをね拭いていったらすごいまともにあのツルツルになるっていうか、はい、きれいきれい。ま、満足なぐらい綺麗だったね。これちょっと後ろがだいぶ汚いんで、デカキングでいこうか。デカキング。これ使い方合ってるかは本当わからないんですけど。これほんのもうあれやね、フェンダー外して磨いてもいいぐらいこの奥側がさっとるね。めっちゃ綺麗になってます。すっごい綺麗。こうね、磨いてたらね、錆とか汚れ見つけちゃうんですよ。けどね、あのイベントとか見に行ったらね、めっちゃ綺麗に皆さん磨いてるじゃないですか。もう本当どれだけ愛情と時間かけてるのかなって、本当にもうね、あのイベント見に行くごとにね、自分のバイクが汚いってね実感してしまうっていう。やっぱりたまにイベントとか見に行って綺麗なカスタムバイク見るのは本当刺激になってめっちゃいいなって思います。ちょっとね、実は中断してました。あの私がね、あの月に1回、第3日曜日に、バイパスの清掃活動してるんですけど、すっかり忘れててね、それでちょうどメンバーが来ていただいてね、まあ、あの磨いてる途中ちょっと中断してね、それでバイパスの清掃活動に行ってきました。あ、それでね、帰ってきて、そのまましようかなと思ったんですけどね、今日またね、もうたくさんの方がね遊びに来てくれて、それでね、今日そのままあのラジコンに突入しました。それで、ラジコンで、レイブ D のね、マシーンもね、皆さんにお披露目したんでね、まあ、そのね、動画を撮影したりしたらね、結局今ね夜の7時過ぎちゃいました。今日もねもうめちゃくちゃ楽しみました。それでもうラジコンの風景はねまた編集し、でき次第にね、アップします。それでもういろんなね、遠いところから来ていただいてね本当に、ありがとうございました。それでね今日のねあの本題に、戻るんですけど、このミガキングとねデカキング、この点サビとか、この白サビとか、まあ、そういう、まあ、いろいろサビを落としてくれて、このメッキのところとか、この鏡面してるところが綺麗になるっていうんですけど、これとこれのね使い分けがね、おっちゃん分かってるようで分かってないんですよ、正直言って。なのでね、もしね、この使い分け、こういうやり方とかこういうやり方したらもっといいよとかね、そういうねアドバイスがありましたらね、もしよかったら本当にね、コメント欄の方に、書いていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでね、今日はね、まあ、この部分部分になりましたけどね、綺麗になりました。なんかね中途半端なまたお茶のゆるい動画になりましたけどね、もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、最後までご視聴本当にありがとうございました。では皆さん良い一日をお過ごしください。さよなら。おーす。